3時のドリル。さあ時刻は3時を回りました。ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ぼらけ、パーソナリティ山田モンドです。さてここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日午後3時に一緒に学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞編集局生活報道部長山本敦樹さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今日山本さんにぴったりのメッセージテーマで、はい、モテたくて、モテたくてやったこと、やってきたこと、いやまあどう、モテたことはないですけれども、そのなんですかね。でもそれモテたいって思うよはやっぱあるじゃないですか、人は。まあそうですね、それまあこれ性異性でなくても、ね、やっぱりこう、なんか、なんか、まあ、人気者とは言わず、ね、こうね、うん、あの人が寄ってくるような人でありたいなと思って、ありたいし、なんか好感を持たれたいっていうのはあります。そうですね、それはありますが、なんちょっと努力が足んないんですね。努力足りない。なんかこうやってみたことなかったんですか。やった、きっかけをモテたくてやったことって。まあでもみんなそれはあるじゃないですかね、少し若い頃。今はもう何にも、何にもないですけど。なんか若い頃始めました。始めたっていうか、まあ、ちょっと身だしなみに注意するとか。あ、おしゃれ。まあおしゃれとまで言わなくても。山本さんやってきたおしゃれって何ですか。いや髪の毛に何かつけるとか、そういうぐらい。いや染めたりしました。いやそれはなかったですね。逆にこう、逆にというか、髪に染めたりとか、うん、あんまりこう、そういうことはない、なかったですね。あ、ちょっとなんかアクセサリーつけたりとか。もうそれもあんまりないですね。ないですね。うん、なんか なんだろう、うん、香水つけたりしました。あ、香水、いや香水もその変な、まあ若い頃本当に安いやつをちょっと売ったりとかっていうことはありましたけど、まあそれは逆に今全然やらないですし。やらない。なんですかね。モテた。モテないですね。モテたでしょ。モテない。モテないですね。じゃあそんなモテない山本さんと一緒に失礼山本さんと一緒にお届けしていきます。今日のトピックスはこちらでございます。NTT 東日本と NTT 西日本が店舗や企業の情報をまとめた電話帳タウンページの紙の冊子の廃止を決めたことが今月11日に分かりました。今日はこれまでの電話帳の歴史を振り返ります。おお、タウンページ廃止ですか。そうですね、あの電話帳って言って、あの僕らはまあピンとくるんだけれども、ね、電話帳って言うと皆さんスマホの中に入ってるというふうな認識で、どれぐらいからピンとこなくなるんですかね。そうなんですね、ちょっと、ね、それがもう全く、おそらく最近のご家庭にはこの電話帳がないご家庭が多いんじゃないかな。番組スタッフ20代女性スタッフ、わかる、ああわかる、うん、わかるか。そうか、まあ、会社にあったり、あの電話ボックスに置かれていたりすると思うんですが、あの、まあ、あの公式な、まあ、電話帳というかですね、この NTT が出している、タウンページというちょっと黄色い、あの A4 台の大きさの分厚いやつですけれども、うんうん、それがタウンページ、それからハローページというのがありまして、はいはい、ハローページってもありましたね。はい、ハローページがこう緑だったり青だったりということで、個人名だったり企業の連絡先企業編みたいな、そう、はいはい、連絡先が書いてあったりするもので、タウンページがですね、まあこれちょっと広告が半分以上広告だったりするんですけれども、広告と一緒にそのいろんなお店、あのジャンルごとにこう載ってて、非常にこれ、はいはいはい、あの使い勝手が昔はね、こう よかったです。いや、うちも載せたりしてましたもんね、実家がね。あ、そうお店やってたんで、うん、あの載せたと思います。でハローページ、うん、でハローページの方が早くてですね、実は2020年にもうあの新しいものを、あ、21年10月以降は新しいものを発行しないよっていうふうに発行元が NTT が発表してます。でそれについていよいよタウンページもですね、タウンページも、まあ、近々こう廃止していくという格好で、まあ、姿を消していくものだということで、一つの時代の終わりだなという、確かにちょっと大げさに言えばね、はい、そう思いまして、ちょっと取り上げてみたいと思ってました。あの黄色い分厚い、そうですね、中はわらばんしっぽい、そうです、そうです、そんなに重たくはないんだけど、かなり分厚くて、
読み応えというかね、こうたくさん情報量としてはすごくたくさん載ってる。うちにありましたよ。あれ定期的にこう買いに来てくれますよね。そうですね。版が変わるとあの、うん、交換して新しいものにしていただけるということで、うん、あので特にやっぱりね、加入電話、あのうちの固定電話がお宅にあるご家庭にはそういうあの届いたりしてたんですけれども、そうですね、そもそもやっぱり固定電話がないというようなご家庭もあの増えてきましたね、すごく増えてきている、うん、ということもあって、これ利用者需要がかなり減っているというのがこの両方の電話帳ですけれども、うん、まあ背景にあるようです。これでもそれこそ山本さんたちみたく新聞記者だったりとか、あとラジオのディレクターたちは、そうなんです、使うんじゃない、ええ、あのターンページもハローページも非常に使ってきた、使ってきました、うん、でまあ、最近はそうでもないみたいで、みんなやっぱりネットを先にねやるので、ちょっと今編集局内で探したんですけど、ターンページもハローページも全くなくてですね、あ、そうですか、あれいつの間になくなっちゃったんだろうっていうような感じ で私のうちにもなくて今日も持ってこれなかったんですが、あの実はこれすごく情報量としては先ほど申し上げたように、はい、うん、すごい情報が載ってるんですよね、はい、でまあ記者として考えた時にも、うん、やっぱり人に会って話を聞くというのが、うん、私たちの仕事なんですけれども、うん、そのためにやっぱり最初に連絡先を、うん、調べないといけないということで、うんうんうん、じゃ あの山田さんという方がいて、はい、ちょっと山田モンドさんの電話番号を調べようとか、うん、で実はハローページには住所もですね、これは載せたい人だけは載っているということで、はい、そこに載ってればですね、まあ、どこに住んでらっしゃるんだ、電話番号は何番だってすぐ分かる、うん、ということで結構取材に使いました、うん、で手がかりが薄い、薄いけれども話をぜひ聞きたいっていう場合って結構あるんですよね。で例えば お名前の一部しか分からないとか、はいはいはい、という時に、まあ、これ電話帳から、まあ、片っ端に電話してですね、あなたですかみたいなことをやったこともありますし、あとはですね、我々こう締め切りがあります、で直前に、まあ、夜中ね直前にこう火事とか起きるで、まあ、同じようにこう地図が住宅地図みたいなものがあって、そこに名字だけ載っててですね、そのお隣の家が火事だという時にもう記者が向かったんだと間に合わない、うん、という時にお隣の家の電話番号を探して電話して様子を聞くとか、そんなことをやったことありますね。でそう使えたわけですね。結構使いました。でこう、まあ、同じように、まあ、テレビの記者もそのラジオのディレクターさんもですね、おそらくタウンページを手がかりにしてこう、こんなお店があるとかね、そういったことを取材したり、できた世代はいるわけですよね。まあ、今でもやってる方いらっしゃると思うんですけれども、かなり、うんうん、何がいいかってやっぱ一覧になって見られるのですごくいいなと思って、うんうん、私はそういうふうに使ってました。はい、他にもこうなんか電話帳使ってって方いました、タウンページ。そうですね、うん、あとはね、まあ、これもちょっと周りの人に聞いたところですね、うん、はい、ちょっとプチ世論調査みたいな感じで、プチ世論調査これ今だとね皆さん応じていただけるかわからないんですけれども、うん、私 20年前ぐらいかな、はい、まあ、確かね選挙の前だったかと思うんですけれども、ちょっと情勢をね知りたいっていう時に、こう本当片っ端から電話をみんなで手分けしてしてですね、うんうんうん、でまあもちろん怪しいんでね答えていただけない方っていうのもいらっしゃるんですけども、うん、ちゃんとこちらの身元もはっきり明かしてお話を聞くと結構応じていただいて、へえ、まあ、それによってこう判断するっていうわけではないんですけども、うん、でも記事にはなりますもんね。そうですね、こういうご意見があるんだと直にこうお話が聞けるということで、そんな時に電話帳を使ったりだとか、はい、そうですね。であと、まあ、個人的にはこう、まあ、独立してというか、家から実家から出て初めて電話帳に乗った時に一人前になったなっていうふうに思いました。ああそういう、そう、世帯主の名前が載ってそこに電話番号と、まあ、住所まで載るということで、まあ、一人前になったなってその時に思ったのを思い出しました。へえ、でも確かにそうですよね、ちゃんと山本家として、山本敦樹として乗るわけですもんね。そうそうそう、しょうもないですけども、いや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 であとはまああとタウンページの方はね、やっぱりまだインターネットがない時代は、うん、まあ、いきなりこうトイレの水が止まらなくなったっていうことがあった時に、まずタウンページを思い浮かんで、水道みたいなね、うん、ページを、水道工事とか水道修理みたいな、そうですね、そういういざという時に使えたっていうことですよね。そうするとその連絡先が載ってて業者さんを呼ぶというようなことに使ったりだとか、やっぱりインターネットがない時には特に皆さんこれかなり頼りにしてたんじゃないかなと、ね、電話ボックスの下にもねあったりしましたけども、はい、発行は NTT 東日本と西日本が発行してる、そうですね、はい、
でこれ歴史をたどるとものすごく古いようで、まあ、新聞記事とかその他から引っ張ってくるとですね、電話が日本に電話ができたのが明治23年かな、明治23年、はい、1890年で、その頃にですね、もう、その頃にですね、もうすでにあの電話加入者人名表っていうのが あって、それが始まりだと。はいはい、ハローページの始まり。はい、でそこからもう130年間ぐらいその電話帳、今タウンページとハローページ2つに分かれましたけれども、そこからもう発行しされ続けていて、いうことなんですが、ついにまあネットが普及したことを背景に、なくなるよというのが。先週のニュースですね、やっぱネットで調べればいいからってことですよね。でそこに NTT もいや冊子作るにもお金が必要ですからね、そんなにこう経費もかけてられないっていうところですか。そうですね、でやっぱりハローページについてはですね、先ほど申し上げたように電話番号の以外にもその世帯主の名前、世帯主というか電話の加入者ですよね、と住所まで実は載ってて、これまあ載せないようにもできたらしいんですけれども、載っているということで、それをこう悪用するというか、私たちの世論調査もひょっとしたらその一部にはなってしまうかもしれませんけれども、まあ、セールスの電話をですね、かけるとか、いたずら電話をかけるとかですね、そういったことがかなり問題にもなってきてですね、まあ、ここ20年30年それ以上前からだと思いますけれども、ちょっと静岡新聞に投稿をちょっと紐解いてみたところですね、23年前の投稿にですね、電話帳の住所は、住所すべては載せないでほしいというようなね、女性の方からの30代の女性からの投稿がありました。で今日も勧誘の電話があって、必要ないと手帳にお断りしているのにもかかわらずしつこく勧誘してくるというんで、また再度電話があって出ると切れてしまうというようなことが何回も相次いでいて、まあそうだね、まあ、この住所も載ってるのでそれが非常に心配であるっていうようなことで、まあ世の中の提言としてそういう電話帳っていうのを住所を載せるのはやめたらといいじゃないかとか、から8年前のこう男性のご意見だと、これ電話帳そのものをもうやめちゃえばって、まあ9年前ですので、9年前はもうそろそろもうネットが結構皆さん使えるようになってきて、この方50代ですけれども、もう電話帳はほとんどこう使わなかったと。で昔は確かに便利な情報源だったけれども、今はインターネットの方が情報源で便利だと。リサイクルしてるけれども全戸に配布するのは無駄なので、まあ、どんどんペーパーレス化されてる中で電話帳だけが取り残されてる、でも9年前にそういうようなご意見をおっしゃってます。そんな形でですね、ちょっと世界の世の中の趨勢として、まあ、電話帳はもうやめたらっていうような感じになってきたのかなと、いうところですね。なんか、まあ、当然の流れなのかもしれませんけどね。そうですね、個人情報っていうところですけどね、なんか、今日タウンページ廃止というね今の AI アナウンサーのニュース聞いて、あ、まあ当然だろうなと思った反面、ちょっと寂しいのは何なんでしょうね。そうなんですよ、やはりね、こう、当たり前にありふれていたものが、姿を消すっていうのは、やっぱり寂しいもの、ちょっと寂しいものがありますね、はい、黄色い表紙がもうなんかタウンページ君みたいなキャラクターもいたじゃないですか、はいはいはい、なんか表紙に写ってるような黄色い、ね、なんか見えないのもなんか、まあ当然僕も使ってなかったからあれですけども、寂しいものありますね。いやー、まあそうなると今度はどんどんインターネットで、インターネットの方のタウンページというか、そうそうですね、あるんですよね。そう、私も実はあまりもう直にね、タウンページというよりも直にその店舗のね、ホームページ見たりとか、そうです、 Google で調べたりとか検索機能で、調べてしまうというふうに移行してるのかなと思うんですけれども、意外にちょっと見てみたら、i タウンページというのがネット版の電話帳として あってですね、これちょっと調べ開けてみるとですね、その事業所とかお店の所在地みたいなものも、マップでこう表示されたりとか、意外に使いやすいというか、便利なものだなと思いました。でこういったものもあるし、まあ、104かけると、実は電話帳と同じことを教えていただけるんですよ、ね、ただこれは有料なので、個人がちょっとたくさん使うとたくさんお金がかかれてしまうんですけれども、そういう格好で全くその機能がなくなったわけではないんですね、
なので意外にその、まあ、需要としては、ね、こう電話帳を知りたいとか、うん、その情報中身の情報を知りたいっていうような気持ちとしては皆さんお持ちでは変わらず持ってるなとは思うんですが、うん、なのでこちらの方を使っていくことになるのかなと思いますが、うん、ただやっぱりあの紙の形で辞書みたいなものがですねこうあって、うん、あれをこう使ってた時代を思い返すと ね、結構その、うん、なんて言いますかね元気だった頃というかなんかそういうちょっと思い出すんですよねそれで言うと今 X で黙々駅長さんがタウンページがなくなったらこれからプロレスラーは何を破ればいいんでしょうかとそれもなんかちょっと ね、そうそう一つのパフォーマンスありましたもんね。そうですよね、分厚い皆さんが知ってるものということでねこうありましたね。まあでも、X のポストにもいろいろある通り、104と I タウンページは、まだ存続するということですからねそちらでまあ調べたら調べてということになりますね、はい、まあちょっと当然の流れかもしれませんが少し寂しいニュースでございましたね。タウンページ廃止ということで今日も勉強になりました。山本さん今日もありがとうございました。ありがとうございました。さあ今回のこの内容を聞き直すことができます Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストに今回を含めてアーカイブも上がっております。チェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。